広島県議会ダイジェスト。おはようございます。広島県議会ダイジェストです。広島テレビでは広島県議会の定例会の様子を定期的にお伝えし、私たち広島県民の生活に深く関わりのある議会の審議について分かりやすくお伝えしていきます。コメンテーターには広島大学社会科学研究科の森部誠一先生をお迎えしています。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして報道部の加藤記者にも詳しく解説してもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまず先ごろ行われた12月定例会の日程についてご紹介しましょう。12月定例会は12月5日から16日にかけてご覧のような日程で行われました。森部先生、今回の12月定例会は令和元年を締めくくる定例会となりましたが、どんな点に注目したらいいですか？はい、この12月定例会は補正予算案などを踏まえて未来に向けた広島づくりが大いに議論されると期待されていました。それは県が2018年の豪雨災害からの創造的復興による新たな広島県づくり、未来に挑戦する産業基盤の創生、そして欲張りなライフスタイルの実現など未来志向の政策をたくさん提案していたからです。しかし開会してから状況は少し変わってきました。もちろん提案された議案はいずれもしっかりと議論されましたが、そのうちの一つ、広島高速5号線に関する工事契約の問題がクローズアップされる結果となったからです。今後の県議会の運営にも大きく影響を与える問題ですので、今日は改めて定例会での審議の様子を皆さんと一緒に確認していきたいと思います。はい、連日ニュースでも大きく取り上げられましたよね。県民にとって重要な事業ですから、しっかり見ていきたいと思います。ではその前に12月定例会で審議された議案をご紹介しましょう。加藤さん、お願いします。はい、まずは先ほどお話にもありました補正予算についてです。定例会では総額8億7600万円の補正予算が可決されました。その内容としては、新たな観光推進体制構築のための予算など、湯崎知事が掲げる県の方針、欲張りなライフスタイル実現に向けた予算が軸となっています。また補正予算以外にも、広島県暴力団排除条例の一部を改正する条例などご覧の議案も提出されました。はい、2020年はいよいよ東京オリンピックが開催されますし、海外からの観光客の誘致は重要な施策といえますよね。はい、経済効果も大きいと思います。はい、さあ、それではここから12月定例会で行われた9人の議員の皆さんによる一般質問の模様をご覧いただきます。まずは12月9日に行われたこちらの3つの質問です。それではご覧ください。下森議員はご覧の質問と、広島高速5号線の諸問題における県の責任と対応状況について質問しました。公社と JV が締結した契約は巨額であることに加え、設計、施工提案交渉方式といった価格交渉を生み出すような契約手法であるのにもかかわらず、弁護士等を介さない、いわば密室で行われた契約であります。なぜこうした契約がなされたのか、そこに至る過程やその後の対応において、本当に県は全く非はなかったのでしょうか。この一連の対応によって、県民の信頼を大きく損ねてしまったことについて、どのように認識で、そして今後、県民に対してどのような姿勢で、後者の生みの親として、この問題に対して責任を果たそうとしているのか、知事に県民起点に立った答弁をお願いいたします。この度県民の皆様の信頼を損なうような事態を招いたことにつきましては、責任を痛感しており、深くお詫び申し上げます。このような事業の推進を意識するあまり、契約を成立させることを優先するなどの
事態が起こった背景には、後者の風土にも改革すべき課題があると考えており、改めて強く反省した上で、後者の改革に向けて真摯に取り組んでまいります。稲葉議員はご覧の質問と、福山地域の道路ネットワーク整備の推進について質問しました。山陽自動車道を除けば、福山市内を東西に貫く唯一の道路と言ってよい国道2号が慢性的な渋滞に陥ることで、接続する南北の道路も必然的に機能不全となり、ラッシュ時においては福山市内全体の道路交通が麻痺状態にあると言っても過言ではありません。こうした中、倉敷福山道路の一部として指定されている福山道路について、全延長 16.5km のうち 3.3km について起工式が開催されましたが、残る区間については着工のめどさえ立っておりません。そこで福山道路の整備をはじめとした福山市内の道路交通の課題をどのように認識し、その解決に向け県として今後どのように取り組んでいこうとしているのか、知事の決意をお伺いいたします。東西軸の強化として、一般国道2号福山道路や福山沼熊道路を南北軸の強化として、福山西環状線などの幹線道路の整備を着実に進めるとともに、引き続き国や福山市と連携しながら、福山市が県東部の核となり拠点性を高めるための交通物流基盤の強化に取り組んでまいりたいと考えております。宮本議員はご覧の質問と、中山間地域における道路の再生改良の推進について質問しました。中山間地域には一部分でも直せば車が通れるような場所が多くあり、そうした箇所の再生改良が何年も切望され続けております。再生改良は抜本的な改良とは異なり、局所的な改良により少ないコストで早期効果が発現できることから、そうした軽微な改良で対応できるところを着実に工事し、かつ計画的に整備を進めるべき改良工事は適切に進めることができるよう、再生改良は別枠で事業費を確保してはどうかと考えます。こうした地域のニーズに応じた道路整備について、今後どのような方向性で取り組んでいこうと考えておられるのか、知事の所見をお伺いいたします。地域のニーズに応じ、再生改良事業により当面の交通課題を解消できる程度の局所的な改良を行い、効果の早期発現を図っているところでございます。今後再生改良を含む道路整備の投資額や整備箇所について検討することとしております。中山間地域の自立を支え、豊かな地域づくりに資する道路整備を推進してまいります。3つの質問をご覧いただきましたが、森部先生はどのように感じられましたか。はい、12月定例会最初の質問は広島高速5号線双葉山トンネルの工事費大幅増額問題でした。当初およそ200億円で契約された建設費が、後から87億円もの増額が明らかになった問題です。直接の当事者は建設の企業体と高速道路公社ですが、広島県は公社へ出資しており、公社を監督する責任があります。この問題は大きな問題となり、12月定例会の一般質問や委員会審議においても多くの質問が集中することとなりました。知事もその都度責任を痛感していると繰り返し述べ、今後公社の改革に取り組むと答弁しています。県の今後の対応に注目が集まる事態といえます。はい、私も最初にこのニュースを聞いたときは、なぜこんな食い違いが生じたのかと驚きました。県民の一人としては、よりしっかりとした説明をしていただきたいなと思いますね。さて、それではここで県政くんが行くのコーナーです。こちらは番組独自のアニメキャラクター県政くんです。子どもの目線で県議会の出来事をリポートしてくれます。今回は3回目を迎えた子ども議会についてです。皆さんこんにちは。僕の名前は県政。今回は子ども議会について調べてみたんだ。令和元年10月19日広島県議会の本会議場で広島県子ども議会が開かれたよ。
子ども議会というのは、小中学生が子ども議員として本物の議場で将来の広島県について議論する模擬議会なんだ。この日は広島県内に住む小学校5年生から中学校3年生までの子どもたち44人が子ども議員にチャレンジしたんだ。開会前には任命式が行われ、任命書と議員バッジが交付されたよ。みんなの引き締まった表情が印象的だよね。子ども議会には中本議長をはじめ、児玉副議長や湯崎知事などが出席。本番さながらの緊張感の中で行われたんだ。いよいよ質疑がスタートしたよ。子ども議員たちは平和・交通・自然・環境などの6グループに分かれて、10年後の広島県が〇〇じゃったらええのになをテーマに、事前の勉強会でまとめた質問や提案を順番に発表したんだ。知事は今後、核兵器のない平和な世界の実現に向けてどのように取り組んでいこうとされているのでしょうか。お伺いいたします。街の緑を増やすためのイベントを子どもたちが企画して毎年続けてみてはどうでしょうか。これに対して知事や県の局長をはじめ、児玉副議長や尾形議会運営委員長、沖井議会改革推進委員長も丁寧に対応していたよ。2時間にわたる子ども議会の質疑応答中には、真剣な子ども議員の表情と元気な質問の声が議場にあふれ返っていたよ。最後は中本議長や湯崎知事たちと一緒に記念写真を撮り、無事に子ども議会は閉会。議場内には子どもたちの笑顔が広がっていました。過疎地域を僕たちは担当していて、それを解決するためにはどのようなことをすればいいのかっていうのを考えるのが一番大変でした。政治とかに積極的に参加して選挙とかにも行くようにしたいと思いました。子ども議員の皆さんにとっては貴重な体験になったでしょうね。はい、子ども議員のアイデアの中には県の総合計画に盛り込んでもいいような政策のヒントがたくさんあったように思います。子どもたちが投げたボールを大人たちがどれだけ拾えるか、知事も議員の皆さんも宿題をもらった子ども議会だったような気がします。はい、子ども議会の模様は県議会のホームページからも見ることができます。ぜひご覧ください。以上、県政くんが行くのコーナーでした。それでは本会議の一般質問に戻ります。12月10日に行われたこちらの3つの質問です。それではご覧ください。下西議員はご覧の質問と、広島高速5号線と広島高速2号線の接続について質問しました。昨年の豪雨災害により広島呉道路は82日間、 JR 呉線の呉坂間では2ヶ月間にわたり不通となったことなどから、広島駅周辺と東広島方面、呉方面とのアクセス強化の必要性が高まっている中、復旧・復興の観点から言えば、通勤・通学など輸送手段の定時性、速達性を高める対策として、高速2号線と5号線の連結は大変重要になってくるものと考えます。連結されることになった場合、時間短縮などの整備効果や JR 呉線災害時の代替効果はどうなのか、また整備計画変更後の償還計画について知事のご所見をお伺いいたします。呉市と広島駅とを直接結ぶ強靭な高速道路ネットワークが形成され、リダンダンシーも確保されると考えております。また事業費見直しを反映した建設費、理事管理費などの支出見込み額を料金収入により40年の償還期間の間に償還できる計画となっていることを確認しております。平本英治議員はご覧の質問と、河川管理における地域通貨の導入について質問しました。今こそ今後の河川管理を計画的かつ地域と一緒に行う時期に来ていると考えています。本県では河川の竹草の除去等が大きな課題となっています。仮に指定する面積の
竹草等を除去してくださった方々に、広島県版の地域通貨、例えばもみじ通貨を発行し、県内地域ごとの指定商店で使っていただき、受け取ったお店の方々が自由に換金でき、また別の商店で使用できるようにすれば、先ほど述べた課題も解決できるのではないでしょうか。地域住民による河川の草刈りや清掃を促進するため、本県においてもこうした地域通貨を導入し、または市長の導入支援を行うことが有効であると考えますが、ご所見をお伺いします。河川管理における地域通貨の導入につきましては、地域通貨制度創設の主体やその参加者、現在の取り組みとの整合性などの検証等が必要であると認識しております。県が管理する河川の適切な維持管理に関しましては、地域住民との連携が重要であることから、引き続きさまざまな連携方策を検討し、県民の安全・安心の確保に取り組んでまいります。三好議員はご覧の質問と、高齢者の免許更新に関する課題認識と今後の対応について質問しました。例えば3時間コースの高齢者講習では、受講までの平均待ち日数が59日、中には200日以上も待たなければ受講できない事例もあったとのことです。大切なのが、高齢者の運転免許更新時における適正な認知機能検査や高齢者講習の確保であると考えます。高齢者の運転免許の更新では、県警察職員や自動車学校職員の負担も大きくなり、適正な認知機能検査や高齢者講習の実施に影響を及ぼすのではないかと危惧しています。今後さらに増加する高齢者の免許更新について、高齢者が余裕を持って更新を行えるよう、また適正な認知機能検査や高齢者講習を実施できるようにするため、どう取り組んでいかれるのか、警察本部長にお伺いをいたします。警察職員が直接認知機能検査を実施する場所の拡大と、広報活動を強化するなど、高齢者が余裕を持って免許更新を行えるように取り組んでまいります。また、県警察職員や自動車学校職員を対象として、検査員や指導員の資格取得のための講習を行っておりますが、引き続き検査員や指導員を養成して、体制の拡充に努めてまいります。3つの質問がありましたが、森部先生はどのようにご覧になりましたか。この日も広島高速5号線に関わる質問がありました。ただし同じ5号線関連でも、こちらの質問は今回5号線と呉方面を結ぶ高速2号線を連結させようという整備計画の変更案に対する質問です。これは災害に強い高速道路網の整備の一環として、2018年の豪雨災害により交通網が寸断した呉地域へ、広島駅から5号線を経て2号線呉道路などとつなごうというものです。この提案については議会側も承認しましたが、知事は計画変更後も高速道路の料金収入により40年間で建設費の償還、いわゆるローン返済が可能だとしています。ここは大切なポイントで、決して余裕があるとは言えない県の財政の中で、県民の生活基盤といえを支える事業になるようにしっかりと見ていく必要があると思います。はい、豪雨災害では呉地域が長く孤立状態になりました。まあ、そういった事態を回避できるという意味では期待したいと思います。さて、加藤さんはここまでの定例会の印象はどうですか。はい、2日目に河川の管理についての質問がありました。身近にある河川を日頃から管理する大切さは、関東地方など各地を襲った台風19号でも再認識されたところですが、今広島では土砂の撤去も大きな課題となっています。2018年の西日本豪雨の後、川に溜まった土砂の撤去がまだ終わっていない場所もあるということですので、はい、出水期に向けて細やかな清掃はもちろんのこと、早急な対策というのも求められていると思います。はい、今後の防災上急務と言えますね。はい、そうだと思います。では続いては一般質問の3日目です。12月11日に行われたこちらの3つの質問です。それではご覧ください。竹原議員はご覧の質問と、地方創生に向けた副業人材の活用について質問しました。全国で副業を解禁している企業が増加してきており、私が注目しているのは、都市に住み地方で副業する若者が増えてきているということです。
彼らは自分の一生を一つの勤め先に捧げるのではなく、地域に貢献したり、これまでとは違う経験をして、それを自分の糧にしていくということに喜びを見出しています。移住だけではなく、ビジネスを通じてこうした人材を広島に呼び込み、定期的かつ継続的に関わってもらうことで、新しい人の流れをより持続可能なものとして根付かせていくことができるのではないでしょうか。今後の地方創生に向けた副業人材の活用をどのように考えているのか、知事にお伺いします。現在策定を進めております次期広島県総合計画におきまして、必要な検討を進めるとともに、移住先としての高い認知度を生かし、引き続き県外から広島への新しい人の流れを創出し、県全体に多様な人材を確保しながら、地方創生の取り組みをさらに加速させてまいります。高広議員はご覧の質問と、就職氷河期世代に対する支援について質問しました。就職氷河期世代には、残念ながら正規雇用に就くことができず、そのまま非正規雇用に置かれている仲間が多くいます。この世代の非正規雇用者は全国で371万人、このうち正規雇用を希望していながら、不本意に非正規雇用で働く者が少なくとも50万人いると言われています。今、政府は特定求職者雇用開発助成金、安定雇用実現コースとして、就職氷河期世代への対策として強く打ち出されています。しかし、その効果が十分上がっていないのが現実であります。なかなか思うように正規雇用が進んでいませんし、企業側のインセンティブにつながっていないのではないでしょうか。県では就職氷河期世代をはじめとした長期間正規雇用につけないでいる人に対して、どのような取り組みをしてきたのか、商工労働局長にお伺いします。これまで非正規労働者に対し、職業訓練による技能・技術の習得支援などを、企業に対しましては国の各種助成金制度の説明会等を通じた周知などに取り組んできたところでございます。こうした取り組みにより、平成28年度からの3カ年において、県の事業により1358人が正規雇用に結びついております。安井議員はご覧の質問と、中山間地域の将来展望について質問しました。中山間地域の人口減少に歯止めをかけ、広島県全体の活力を上げていくことができないと、広島の地域創生はなしないと、ここではっきり申し上げます。そのためには、活力のエンジンである仕事づくり、安心を支える生活環境づくり、そしてすべての力の源泉である人づくりの好循環を描くことが求められます。また中山間地域が果たしている多面的な機能を今後とも十分発揮していくためには、引き続き中山間地域を振興対策を総合的かつ積極的に推し進める必要があります。30年、50年先を展望し、地域の価値をしっかりと引き継ぐ覚悟を持って、持続可能な中山間地域に向けた明確な展望を示していただくことを切に願っていますが、知事のご所見をお伺いいたします。中山間地域の価値を引き継いでいくための取り組みを積極的に進めつつ、さらに集落の現状やコミュニティの運営状況など、それぞれの地域の詳細な状況を把握しながら、地域の持続可能性を高める仕組みを県議会や市長のご意見も伺いながら構築してまいりたいと考えております。3つの質問をご覧いただきましたが、森部先生は何に注目されましたか。正規雇用につけないでいる人に対する支援策について質問がありました。就職環境が芳しくなかった、いわゆる就職氷河期世代の方の中には、正規雇用を希望していながらも非正規雇用で働かざるを得ない方が多くいます。日本全国ではざっと50万人、広島県内でも1万2700人ほどの方がそうだと言われています。県ではさまざまな取り組みで、これまで1358人の正規雇用を実現したとしていますが、1万2700人という数字には程遠いのが現実です。知事は答弁の中で、積極的な支援に取り組むと約束しています。ぜひその手腕に期待したいと思います。はい、貧困化や格差の拡大につながる深刻な問題ですから、さらなる取り組みが求められますね。はい。
それでは続いて、ここが気になるのコーナーです。加藤さん、12月定例会の前には決算特別委員会が行われましたが、この委員会の目的は何でしょうか。はい、決算特別委員会は11月までに9回開かれました。決算特別委員会は昨年度平成30年度の県の予算が適正で効率的に使われたのかを審査する専門の委員会です。本会議で選出された16人の議員の皆さんによって部局別の審査が行われ、その審査結果は12月定例会の最終日に委員長から報告されました。はい、森部先生、今回の決算ではどのようなことが分かりますか。はい、結論として平成30年度の決算は認定されました。つまりお金の使い方は間違いはなかったということになりました。しかし決算特別委員会の見解では、予算の執行はおおむね初期の目的を達成していると報告されています。おおむねですから決して完璧ではないということです。委員会では中山間地域の振興策や広島県版ネウボラの全県展開、それに高速5号線問題など多くの課題があると指摘されました。こうした課題は来年度の予算編成の中でしっかりと対応されるものと期待しています。はい、それではここで広島県議会からのお知らせです。広島県議会では定例会後に広報誌広島県議会だよりを発行しています。12月定例会の広報誌は令和2年1月13日の月曜日、新聞折り込みなどでお届けします。また本会議の様子はインターネットでも見ることができます。今日ご紹介できなかった他の一般質問や各委員会など過去の映像も見ることができます。詳しくは広島県議会のホームページをご覧ください。今日は広島県議会12月定例会の様子をまとめてご覧いただきました。森部先生、いかがでしたか。はい、定例会の最終日には広島高速5号線の建設費を増額した上で2号線とも連結するという整備計画の変更が賛成多数で可決されました。交通の利便性の向上や災害に強い道路網整備のためには建設はストップできない、また計画変更も必要だと多くの議員の皆さんが決断を下しました。しかし問題を審議した建設委員会では付帯決議、いわゆる注文がつけられ、本会議でも報告されています。高速道路公社の仕事の進め方に問題があり、県は監督する責任を十分果たせなかったと批判しています。採決では反対という意見もありました。二度とこうした問題を繰り返さないように県、議会、そして私たち県民もチェックを怠らないようにしたいと思います。加藤さんはいかがでしたか。はい、湯崎知事が就任10年を迎えた定例会となったわけですが、高速5号線関連の答弁に追われた形となりました。はい、一方委員会の中では被爆建物である旧陸軍被服支廠の保存のあり方について議論がありました。県は建物の老朽化を踏まえ一部解体する案を示しましたが、市民からはすべて保存すべきという意見も出ています。被爆から75年の年を迎えるにあたり、どのように意見をまとめられるのか注目したいと思います。はい、私たち広島県民の生活に大きく関わる県議会です。今後も注目してください。お二人、今日はありがとうございました。ありがとうございました。